タンク・アボットはアメリカ合衆国の男性総合格闘家、プロレスラー。カリフォルニア州ハンキントンビーチ出身、ピットファイティング所属。アメリカンフットボールコーチであった父親の影響で5歳の頃からアメリカンフットボールを始め、9歳になるとレスリングを始めた。大学時代には、ジェカでオールアメリカンに選抜され、 カリフォルニア州立大学ロングビーチ校を歴史学の学位を取得して卒業している。大学時代はストリートファイトに明け暮れる生活を送るようになり、本人曰く負けることはほとんどなかったという。学費を稼ぐために働いていた酒屋で生意気な客をきつく殴ったところ、それが刑事の息子だったために逮捕され刑務所に入れられた。肝が UFC3 で、 ボイスグレイシーを追い込んだことに刺激を受け、UFC 参戦を決意すると、九百九十五年七月十四日、u f c 六トーナメントに UFC 初参戦。身長百八十八センチメートル、体重百八十一キログラムのジョン・マツアーを、開始2十秒で失神越し、決勝では、オレク・タクタロフの残暴テクニックの前に敗れ、優勝を逃すも勝ったタクタロフに一人では、 起き上がれないほどの深いダメージを与え、人よにして人気者となった。1995年12月16日、アルティメットアルティメット1995ト画面と一1回戦では UFC3 優勝者で現役警察官のスティーブ・ジェナムと対戦。相手の頭を頭で金網に押し付けただけでタップアウト勝ち。 準決勝で UFC5 優勝者のダンスバーンに敗れたが、後頭部を200発以上殴られても、決してタップせず、判定負けがコールされる前に平然とオクタゴンを立ち去った。1996年12月7日、アルティメットアルティメット1996では、ダンスバーンの弟子で UFC8 優勝のドンフライと戦い、開始早々にジャブでダウンさせるものの、 寝技に持ち込まれチョークスリーパーで一本負け。1997年5月30日、UFC13 でビクトーベルホートと対戦し、自身初の TKO 負けを喫した。1997年10月17日、UFC15 の UFC 世界ヘビー級タイトルマッチでダンスバーンの代役として王者モーリス・スミスに挑戦し、ローキック連打で ギブアップ負けを喫し王座獲得に失敗した。1997年12月21日、日本で開催された UFC ジャパンのヘビー級トーナメント1回戦で安城陽次と対戦し、パウンドで攻め、3から0の判定勝ち。しかし、この試合で拳を骨折し決勝戦を棄権した。1998年5月15日、 UFC17 でウゴディワルチと対戦し、パウンドで TKO 勝ち。1998年10月16日、UFC ブラジルでペドロヒーゾと対戦し、右ストレートでこう負けを起死した。1999年からメジャープロレス団体の WCW に入団。同団体が解散した2001年まで在籍した。2005年8月28日、 プライド初参戦となった、プライドグランプリ2005決勝戦で、吉田秀彦と対戦し、片端目で一本負けを喫した。2007年4月21日、刑事刑事21で欠場したボブサップの代役として、急遽出場。ゲイリー・ターナーと対戦し、一ティコを喫した。2008年2月16日、エリティックスクでキンボスライスと対戦し、 開始43秒で小まけを喫した。2018年12月、肝臓の移植手術を受けた。ありがとうございます。